はい、どうも皆さんこんばんは。マキノズキッチンへようこそ。マキノズキッチン入んないことは分かってるんですけどね、昨日ね、ちょっと豚足の切り方ということを紹介したんですけど、ちょっと何点か誤りがありまして、ちょっとそちらまずね修正したいと思います。まずですね、この豚足ちゃん、やっぱりね、茹でてやってました。で、茹でたところやっぱり自分が知ってる形とその柔らかさになってたんで、で今日はそれをやっぱりね、その切るというのをね、皆さんにお見せしたいと思っております。はい、でねちょっとごめんなさい、一回ねこうやり直したんですよ、撮影自体を。なのでちょっと今カオスな状態ですけど、なぜかというとね、この豚足のね、すげえね、毛が生えてて、毛、生き物だから毛生えてるじゃないですか。で、自分が今まで見たやつって毛はなかっただから気にしなかったけど、なんかねこう切ってたらね、すげえ毛が生えてんぞ、これどうしようみたいななって、で焼いてみようってことになって、ライターで焼いたりしてたんですけど、まあちょっとね今回は一回無視しようと思いまして、で昨日まあこの爪が最初ついてたんですけど、爪は取りました。まあ昨日の動画で言った通りですね、取れるんですよ、簡単に爪って。で取って、ここにね包丁入れて取ってブチッと取って、まあ、食べたい人はこの部分とかも全然食べれるんで、食べてもらえばいいと思うんですけど、で僕は昨日お伝えした通り、塩で食べるのが好きなんで、あ、全然取れますね、全然取れますね、これヤッピーですわ。でこっちも同じように包丁入れて、でちょっと今日包丁を何消毒してるんで、薄刃で切ってますけど、全然牛刀とかその他の硬い包丁で切った方が本当はいいと思います。でこれが終わったら、今度真ん中に包丁入れます。そうするとまたここがバカッと割れるんで、でこの時にやっぱり薄刃だとちょっと不安っすね、力が伝わりづらい。そうこうこう、ちょっと見たことあるような感じになってきたんじゃないですか。ちょっとこう取れづらいな、まあ、あってもいいけど、もう何半分にするには、ここ半分に入れてバコってやると、この関節とここが取れるの で昨日言ったのは6つに分けるっていうんで、まあ、これだったら今半分にしたやつですね、これをここに包丁入れると、ここの関節とこの関節があるから、折ればここが分かれます。まあ、正直この辺は食べやすいサイズになると思うんで、いいかなと思います。で結構腱とかゼラチンとか結構多いんで、やってると手もベッタベタになります。これはね、もうしょうがないですけど、まあ、豚足やってるとね、どうしてもこう油が出てくるんで、結構美味しそうになりましたね。うん、で触ってるとやっぱちょっと毛がねあるんで、食べるとそうでもないかな、なんか結構生えてるんで、なんか気抜きで抜くと永遠に作業しなきゃいけないことになると思って、毛を感じるな。みんなどうしてんだろう、これ気にならないぐらい茹でる、毛を食べてる感じはちょっとしちゃうんですよね、どうしても。でもさ、抜けるんですよ、こう茹でてるから、こう抜けるんですけど、なんか気持ち悪くないですか。しかも結構な本数あるから、剃るより抜いた方がいいですね。指でも抜きたければ、こういう作業好きな人はやってもいいと思いますが、嫌な人はもうこの皮ごと剥いじゃってもいいかもしれない。それでもいいですね、めんどくさいからこれ食べないみたいな、捨ててもいいかもしれない。豚ってすごくて、本当残すとこっていうか食べれないとこないですよ。でこことかも前足のこの親指の部分ですね、こうなってるこことかも、これ以外のところはもうちゃんとこう脂肪とかあって食べやすくなってるんで、まあ、僕が昨日おすすめしたのは塩なんですけど、コチュジャンとかヤンニムとか辺混ぜたやつで、豚足のタレって作れるんで、それももし時間があるときはチャレンジしてみた方がいいかなと思います。今日はやべ口についてたね、ちょっと短めの動画ですけども、ちゃんとですけども約束通りというかね、6等分にする方法がちゃんとできたんで、できたというところで今日は終わりでいいかなと思います。今日はね、今日はっていうかカレーを
実は作ってて、ちょっと安くルーとか手に入ったんですよ。これが6等分した豚足ですね。 1,2,3,4,5,6 ですね。そうそうそう。で今このカレーを作ってる途中なんですけど、今日はねチキンでやってます。うん、もうちょっとグツグツ煮て、で隠し味は今日はトマト、もうトマトを入れていこうと思います。でこれ今日食べる味噌汁こんな感じですね。うん、まあまあいいでしょう。豚足もちょっと美味しくね食べたいと思います。でうちはモモンガがいるんですけど、モモンガもすごい喜んで食べます。犬も喜んで食べます。だ骨はねちょっと喉に詰まんないように気をつけなきゃいけないんで、骨もガリガリ食べるんですけど、小型犬とかもちょっと詰まりそうになったらちょっとその途中でなんかこう取り上げないと死んじゃうかもしれないので気をつけた方がいいかなと思います。そんな雑談を含まえつつ6分で収めました。またお会いしましょう。じゃあね。